はい、えー、次はね人間のの体は食べるるもででできているっていいっう言葉です健康食品などを整列する時に必ず言われるんですけどもいやここにもねちょっと待てよと思っていただきたいんですよもちろん食べるもので人間の体ができているこれは否定できませんけどもねでも同時に人間っていうのは必要な栄養素を吸収していらないものは排出するっていうふうなねろ過機能を持ってるんです,よですんでどんなものを食べても栄養にできる人っているんですよね うん、そっからちょっと考えていただきたいのはあの戦後の食料なんで食べ物なんてほとんどないと食べれるものも不衛生でねものすごく粗雑なものだったそんな時代があったじゃないですかでもそういう時ってなぜかね人口比が脆弱だったにもかかわらず人口ボーナスって起きましたよね昭和20年代考えてみてくださいものすごく人が増えましたよねドバッと爆発的に食べ物なんてなかったですよで若い男女も死んでしまっていないわけですよ なのに人口ドワーッと増えるわけですよ人は食べ物でできてるとしたらその食料がねほとんど取れなかった時代に食料の量も足りなくってもう日々お腹を空かしていた状態近所の生えてる雑草でも取った川でメダカもね茹でて食ったそんな時代にね栄養なんてとても十分あると思えない時代になんでね健康な昭和40年代生まれ50年代生まれはたくさん育まれたんでしょうかどうでしょうかね 当時昭和,20年代ってとか昭和30年代にもそれはありました食べれないから一家心中とかねで餓死する方も今よりは圧倒的に多かったのが昭和20年代とか30年代です児ってのを見ましたからねでそういうふうな餓死や生きだれが多発していたようなねまあ明治維新の前後とかもそうですけどもなんでねその時代の人っていうのは強靭な肉体として生まれてくるんでしょうね 本当に食べたものが体を作ってるんでしょうか全員当時の人って不健康だったんでしょうかみんな貧血を起こして倒れてたんでしょうか今は食料が十分生き渡ってあとは選別するだけなんですよそんなに食品に不安を感じるような時代じゃないと思います少なくとも50年前とか100年前とか200年前に比べて食料事情は圧倒的に良くなってると思いますけどもいかがですかねどうなんでしょうそれでも 昔の食生活の方が良かったとすれば昔の平均寿命はね昭和20年代ですら平均寿命は40歳代ですから40.7歳ですから、うん、健康のまま早死にするっていう選択を望んでるってことなんですかねどうなんでしょうか